私をこの 120% 力を出させるって多分過去ぐらいしかいないんじゃないかなってすごい思う。すごい怖い存在だからいつ抜かれても怖くないと思うから、まだまだ自分ももっと JTO でもアイスリボンでも成長し続けたいと思います。今日は過去に感謝です。ありがとうございました。何のんきにコメントしてるの。きっちり何回でもやってるよ。1回で切りつけろ。1回でやってやるよ。やってやるよ。ほっちゃって好きことじゃ完全決着か。その駅だよ。いつタイトルマッチやるか決めてなかった。私は早く IC クロスインフィニティそのベルトをアイスリボンに取り戻したい。3月19日の後楽園ホールでタイトルマッチにしませんか。全力のトトロぶつけてきてよ。で全力で砕けて。アイスリボンのベルトはアイスリボンの選手が巻くべきだと私は思います、うん、今アイスリボン所属選手でベルト持ってる人ってリボンタック持ってる星伊吹だけなんですよ。
確かに強い選手がベルト持ってたら試合もきっと面白いし盛り上がるしお客さんも楽しいと思うけど、アイスリボン所属としてそれでいいのかって言い訳ない、いつもそう思ってきたので絶対に取り返します。